レッスン1、そのためには搭乗券が必要ですかアンナ、それには搭乗券が必要ですかはい、ジョン。搭乗券を見せないといけません。夫、家に置き忘れるところだった。心配しないで、ジョンそれは最高の人間にも起こる。ふう次回は必ず再確認するよ。 いい考えだジョン・ドタンバでのパニックは避けたい。絶対にありません。登場権がないと行き詰まるなんて想像できません。ジョン、常に準備しておいた方がいいよ。学んだ教訓。登場権は必須です。絶対に、あれは俺たちの空への切符だ。 思い出させてくれてありがとう、アンナ。あなたは命の恩人です。助けられて嬉しいよ。ジョン・スムーズな旅をしましょう。同意しました、アンナ。離陸の準備はできていますか準備できてワクワクしてる。ジョン・とボー。教訓に航空会社は再発防止策を講じましたか アンナ、想像できるよ航空会社はそれが二度と起こらないように何か対策を講じましたかはいジョン彼らは新しい安全プロトコルを実装しましたそれは心強いですね彼らはどのような変更を加えましたか彼らはメンテナンス手順を強化しスタッフをより厳密に訓練しました彼らがそれを真剣に受け止めていることを知ってよかった。 絶対に、ジョン。安全は常に最優先事項であるべきです。同意します、アナ。乗客の心の安らぎには重要です。また、艦隊の徹底的な検査も行いました。それは嬉しいですね。乗客の安全に対する彼らのコミットメントが現れています。確かに、ジョン。 これでより自信を持って飛行機に乗れるようになりました。更新してくれてありがとう、アンナ。感謝しています。どういたしまして、ジョン重要な情報をいつでも喜んで共有します。アンナ、火をつけて安心して飛ぼう。あなたもよ、ジョン安全な旅を。 教訓さんすべて,てが計画通りに進んだほうがよいアンナすべてが計画通りに進んだほうがいいですいつ出発するの明日の朝出発するよジョンそれは素晴らしいですスムーズな旅を願っていますありがとうジョンセいりせいのためにチェックリストを作りました 賢い動きだあんな前もって計画を立てることは常に役に立ちます。もちろん、ストレスを軽減し、旅行を成功に導きます。予定にエキサイティングな目的地はありますか一週間パリに行くんだ、ジョン。待ちきれない。うわ、すごいですね。光の街を楽しもう。 ありがとう、ジョン必ずたくさん写真を撮るよ。安全な旅を、あんな素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、ジョン帰ったら旅行の話をするよ。私はそれについてすべて聞くのを楽しみにしています。ジョン気をつけて。 レッスン4、まず1階にある医療品店をチェックしてみましょうアンナ素晴らしいまず1階の医療品店をチェックしてみましょういいですねジョン新しい服でもいいよ私もアナ彼らが何を提供してくれるか見てみよう。 お手頃価格でスタイリッシュなオプションがあるといいですねそれは完璧でしょうお金をかけずにワードローブを更新できますまさにジョントレンディーなアイテムを探してみようそして面白い T シャツにも出くわすかもしれませんははそれはおまけでしょう。 ちょっとしたユーモアのあるファッション衣装に笑いを加えるのはいつでもいいことだよアンナこれ以上は同意できないわジョン店に行って楽しく買い物しようよ絶対にアンナファッションの宝物を探しに行こうワクワクしているよジョンおしゃれな発見をしよう。 よし、新しい衣装を着ていこう間違いない、ジョン流行に敏感だ、来た 1>, 1階に行こうレッスン後、オンラインショッピングはどうですかアンナ、金曜日または季節の割引は素晴らしいですオンラインショッピングはいかがですか何かいいことある 絶対に、ジョン。オンラインショッピングには驚くようなお買い得品があります。それは便利です。私たちは家でくつろぎながら買い物ができる。そして、価格を簡単に比較してください、ジョン。時間の節約にもなります。おすすめの特定のウェブサイトはありますか えーと、私は人気のある電子商取引プラットフォームで良い経験をしました。よし、調べてみるよ。オンラインショッピングの冒険で面白い話はありますかああ、かつて私は誤って通常のサイズの代わりに巨大なインフレータブル恐竜を注文しました。わわ、それは驚きだったに違いありません。取っておいたの はい、それが裏庭パーティーの主役になりましたジョンそれは面白いオンラインショッピングは予想外の楽しみにつながる可能性があります間違いないジョン実用性と娯楽性のバランスを見つけることがすべてですそれを心に留めておくよオンラインショッピングのヒントをありがとうアンナ どういたしましてジョンお買い得品をブラウズして手に入れることができて嬉しいですありがとうアンナオンラインショッピングの特典を楽しみましょう絶対にジョンハッピーショッピングレッスン6料理全体を作るのに約20分かかります。 アンナ、料理全体を作るのに約に10分かかります。完璧だ、ジョン。早くて、美味しい食事が大好きです。レシピをあなたと共有します。それは家族の秘密のレシピだ。ああ、光栄に思うよ。ジョン、それも秘密にしておくって約束するよ。ガーリックとレモンにひねりを加えたシンプルなパスタです。 もうほとんど味わえますそのひねりはなんだ赤唐辛子フレークをふりかけてスパイシーな味わいに仕上げていますワクワクしそうだねジョン料理に少し熱が入っているのが好きなんだ料理に風味とワクワク感を加えるのに最適な方法です絶対にジョン早くて簡単。そして風味豊か。 試してみるのが待ちきれません。アンナ、料理の冒険の準備をしなさい。ご褒美を求めてるんだね。楽しみにしてるよ。ジョンご家族のレシピを教えていただきありがとうございます。よろしくお願いします、アンナ。早速料理して美味しさを味わいましょう。やってみよう。ジョン・ボナペティ。 オナペティ、アンナ。一口一口楽しんでください。レッスン7仲間と一緒に買い物をする方が楽しい。アンナ、仲間と一緒に買い物をする方が楽しいです。同感だ。間違いない、ジョン。それに、お互いに助け合ってお得な情報を見つけることもできます。一組よりも二組の目の方が良いですよね。 絶対に、ジョン。割引や隠れたお宝を一緒に見つけることができますそしてお互いに正直なファッションアドバイスもしましょうそうだねジョン信頼できる友人の意見がすべてを左右する二人とも同じシャツを買ってしまった時のことを覚えていますかはははい。 私たちは思わず双子のファッショニスタになりました。それはおかしな偶然でした。私たちは似たような趣味を持っている。偉大な頭脳は同じように考えるんだジョンまたは、この場合は同じような格好をしてください。一緒に買い物をすることはいつも思い出に残る瞬間につながります。確かにジョン。 大事なのは購入だけじゃなくて、経験を共有することだ。アンナ、すぐに次の買い物を計画しよう。もうワクワクしているよ。ジョン・ディテール・セラピー。さあ来た。一緒にお店を制覇し、素晴らしい時間を過ごしましょう。絶対に、ジョン。生涯の買い物仲間。 それを伝統にしよう。ショッピングの冒険が待っています。これ以上は同意できないは、ジョン落ちるまで買い物をしよう。準備完了、セットして買い物をしましょう。教訓8、私たちは潜在的なコラボレーションを評価してきました。アンナ、その通りです。私たちはコラボレーションの可能性を評価してきました。 ワクワクするよ、ジョン・コラボレーションは新鮮なアイデアや機会をもたらすことができます。絶対に、アンナ、適切なパートナーを見つけることは重要です。これまでに有望な候補者は見つかりましたかはい、選択肢をいくつかの有力候補に絞り込みました。 素晴らしい進歩だね。ジョン、どのような要素を考慮していますか私たちは、彼らの専門知識、評判、そして私たちの価値観との一致に注目しています。賢い選択だジョンコラボレーションを成功させるには、価値観を共有することが不可欠です。間違いない、アナ。私たちは、志を同じくする個人や組織と協力したいと思っています。 ターゲットとしている特定の業界はありますかテクノロジー、サステナビリティ、クリエイティブアートの分野でのコラボレーションを模索しています。エキサイティングなフィールド、ジョン。イノベーションの余地は十分にあります。絶対に、アンナ。どんな可能性が広がるのか楽しみです。 最後のコラボレーションについて聞くのを楽しみにしています。ジョン。ありがとう、アンナ。進捗状況については随時お知らせします。感謝するよ。ジョン完璧なパートナーを見つけることに成功することを願っています。ありがとう、アンナ。実りあるコラボレーションへ。おめでとう、ジョン。 レッスン9サラダにはニンジンとトマトも必要です。アンナ、はい。サラダにはニンジンとトマトも必要です。美味しそうだね、ジョン。新鮮な食材がすべてを左右する。絶対に、アンナ。買い物リストに追加するよ。ドレッシングを忘れないで。 美味しいしドレッシングはどんなサラダもおいしくしてくれるいい点だアナおいしいドレッシングも用意しておきますどんな好みですかクリーミーそれともビネグレットアンナ今回はピリッとしたビネグレットソースでいきましょう完璧に聞こえるよジョンサラダにピリッとした風味が加わります。 パリッとした野菜と風味豊かなドレッシングがもう味わえます私もジョンさっぱりして食べごたえのあるサラダになりそうですカリカリのクルトンを乗せて特別なものにしましょう素晴らしいアイディアだジョンサラダにいい食感が加わりますアンナこのおいしいサラダでごちそうを食べよう。 絶対に、ジョン。ヘルシーで美味しい食事を一緒に楽しんでください。掘り下げるのが待ちきれません。食料品店に行こう。行くぞ、ジョンサラダの材料。さあ来た。傑作を作る準備ができました。これをやってみよう。 サラダの魔法を起こそう。ジョン食料品店へ。さあ行こう。教訓中、決定する前に必ずリサーチをしておく。アンナ、いい考えだ。決定する前に必ずリサーチをするよ。賢いね。ジョン情報を集めることは重要だ。 情報に基づいた選択を行い、すべての選択肢を検討したいと思います。絶対に、ジョン。研究はより良い決断を下すのに役立ちます。効果的な研究のコツはありますかまず、信頼できる情報源を特定し、さまざまな視点を比較することから始めます。それは割にかなっています、アナ。評判の良いウェブサイトや記事を探します。 カスタマーレビューや評価も忘れずに確認してくださいいい点だアナ他の人から話を聞くことは貴重な洞察を与えてくれますジョン時間をかけてください急いで決断するよりは徹底した方がいいよ同意しますアナ長い目で見れば忍耐は報われる。 またご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください感謝するよアンナあなたの指導はいつも貴重です調査おめでとうジョンあなたは正しい選択をしてくれると確信しているよありがとうアンナあなたのサポートは私にとって大きな意味がありますいつでもいいジョン助けに来たんだ 研究頑張ってください。もう一度ありがとう、アナ。調査に飛び込んで、十分な情報に基づいた決定を下します。これ持ってるわ、ジョン。早速リサーチして。教訓11、最近、環境汚染について心配しています。ねえ、アンナ。最近、環境汚染が心配だ。 わかるよ。ジョンコレは我々の注意を必要とする差し迫った問題だ。ポジティブな影響を与えるために何かすべきだと感じています。絶対に、ジョン。どんな小さな一歩でも、よりクリーンな環境につながります。 汚染を減らすために私たちが取ることができる簡単な行動にはどのようなものがありますかまず、リサイクル、エネルギーの節約、プラスチック製品の使用量の削減から始めることができます。いいアイディアだよ、アンナまた。意識を高め、他の人を教育する必要があります。間違いない、ジョン 知識を広めることで、より多くの人が行動を起こすきっかけになります。将来の世代のために地球を守ることは重要です。これ以上は同意できないわ。ジョン私たちには環境を守る責任があります。日々、持続可能な選択をすることを誓いましょう。 一緒にいるよ、ジョン力を合わせれば、違いを生むことができます。今こそ行動を起こし、私たちが望む変化を起こす時です。絶対に、ジョン。私たちの惑星は、私たちのケアと尊敬に値します。模範を示して導き、他の人たちにもこの大義に参加するよう促しましょう。 それが精神だよ。ジョン一歩ずつ私たちはよりクリーンな世界を作ることができますこの度にあなたのようなパートナーがいることに感謝していますアンナ同じようにジョン力を合わせれば永続的な影響を与えることができます第12ゅ近にかくの山にハイキングに出かけてみてはいかがですかアナ提案。 近くの山にハイキングに行くのはどう素晴らしいね。ジョン私は自然に囲まれているのが大好きだ。運動をしたり、景色を楽しんだりするのに最適な方法です。絶対に、ジョン。それに、新鮮な山の空気はとても爽快だ。ピクニックの準備をして、 息を呑むような景色を眺めながらランチを取ることができます。完璧に聞こえるよ。ジョンおいしいおやつ持ってくるよ。私たちが座ってリラックスするための毛布を忘れないで。やるよ。ジョン快適で居心地が良いか確認するよ。行く前に天気予報もチェックしておきましょう。 いい考えだジョン晴れて晴れの日になるようにしたいんだハイキングの思い出に美しい写真を撮ることができます間違いないジョン自然の美しさは写真に残す価値がある山での冒険に満ちた一日になりそうです待ちきれないよジョンハイキングはいつもスリリングな体験です。 一緒に新しいトレイルを探検し心に残る思い出を作りましょう私のことも含めてくれジョンこの山岳冒険に乗り出そうハイキングブーツを用意してアンナさあトレイルに出かけましょう準備は満タンよジョン熱意を持ってあの山を制覇しよう準備完了。着実にハイキング レッスン13、練習すれば完璧になる。アンナ、練習すれば完璧になる応募を続け、ポジティブであり続けてください。絶対に、ジョン。一貫した練習は改善につながる。諦めないで技術を磨き続けることが大切です。同意するよ、ジョン忍耐力は目標を達成するための鍵です。 たとえ困難に直面したとしても楽観的であり続けるべきです間違いないジョンポジティブな考え方は私たちが課題を克服するのに役立ちますプロセスに集中し自分の能力を信頼しましょうそれが精神だよジョン自分を信じて前に進み続けてください申請するたびに希望する結果に近づきます。 まさに、ジョン。あらゆる努力が我々の成功につながるそして途中でそれぞれの経験から学ぶことを忘れないようにしましょう賢い言葉だジョン・リフレクションは私たちの成長と改善に役立ちますだから練習を続け応用し前向きでいましょう「一緒にいるよジョンこれがあるよ」 成功を目指して。一緒に私たちは素晴らしいことを成し遂げましょう。やってみよう、アンナ。絶対に、ジョン。私たちの夢を実現させましょう。教訓14、私は環境に優しい選択肢のある製品を優先的に購入する。アンナ、はい。 私は環境に優しい製品を購入することを優先しています。素晴らしい、ジョン。持続可能な観光を支援することは重要です。買い物をするときは、オーガニックやリサイクル可能などのラベルを探します。素晴らしい、ジョン。それらのラベルは環境に配慮した選択を示している。小さなことでも。 より健康な地球に貢献できるのは気持ちがいいです絶対にジョン環境に配慮した決定はすべて積み重なってきますさらに多くの環境に優しい製品は高品質で長持ちしますそれはおまけだよジョンそれは環境にとっても私たちにとっても双方にメリットがありますまた可能な限りさえ利用可能なアイテムを使用して 廃棄物を減らすようにしています素晴らしい、ジョン再利用可能なアイテムはエコロジカルフットプリントを最小限に抑えるのに役立ちます私たちが地球に与える影響を意識することが全てですこれ以上同意できない、ジョン私たちには良きスチュワードになる責任がある環境に優しい選択を続け他の人にも同じことをするように促しましょう 絶対に、ジョン。力を合わせれば、より環境に優しい未来を想像できます。一度に一つずつ購入して、違いを生み出しましょう、アンナ。私のことも含めてくれ、ジョン私たちの惑星は私たちのケアと注意に値する。アンナ、より持続可能なライフスタイルに乾杯。乾杯、ジョン。 より明るく、より環境に優しい未来へ。レッスン15、どんな本が好きですか絵を描いたり本を読んだりするのが好きです。それは面白そうだね。アンナ、どんな本が好き私はミステリー小説のファンです。ジョン。彼らは私を最後まで夢中にさせてくれます。かっこいいよ、アナ。 おすすめの作家やタイトルはありますかアガサ・クリスティは古典的なミステリー作家です。彼女の本は魅力的だ。彼女をチェックしてみるよ。あないいサスペンスストーリーをいつも楽しみにしてるんだ。ファンタジー小説も楽しめますよ、ジョン。彼らはあなたを魔法の世界に連れて行きます。 ファンタジーは興味をそんられます,アンナ探求すべき特定のシリーズや作家は JRR トールキンの「ロード・オブ・ザ・リング」はファンタジー愛好家にはし読です素晴らしい話を聞いたよあな絶対やってみるよ壮大な冒険だよジョン・キッド旅を楽しんでいただけると思います。 アンナ、推薦してくれてありがとうこれらの本に飛び込むことにワクワクしていますどういたしましてジョン読書と絵を描いて楽しんでくださいリラックスするには素晴らしい方法です絶対にアンナ創造性と創造力に満ちた世界への逃避だジョンあなたの情熱を探り続けてください。 彼らは喜びと充実感をもたらします。そうするよ、アンナ。そして、その本がどんなに好きか教えてあげよう。第16課支払いは、現金とカードどちらが使えますかアンナ、支払いには現金またはカードを受け入れますかどちらでも結構です。どっちでもいいんだ、ジョン・ベン議場・ギジカードリーダーを持ってるんだ。 それは素晴らしいです、アナ。支払い方法に柔軟性があるのは良いことです絶対にジョンお客様にとって便利なものにしたい感謝するよあんな選択肢があるのはいつでもいいことだ同意するよジョン支払い方法は人によって好みが異なります。 現金でもカードでも支払いが可能ですよねはい、ジョンどちらがあなたにとって一番都合が良いかは全く問題ありません素晴らしいアナ、親切にしてくれてありがとうどういたしましてジョン私は優れた顧客サービスを提供することを目指しています あなたの柔軟性に感謝します。取引がスムーズになります。嬉しいよ。ジョン、あなたの経験をより楽しくするためなら何でも。聞いてよかったよ。アンナ支払いは必ず準備しておきます。ありがとう。ジョン、お役に立てることを楽しみにしています。同様に、アンナ。 また近いうちにお会いしましょう。気をつけて、ジョン素晴らしい一日を。レッスン17、一般的にオンラインで事前に予約する方が安い。そうだね、ジョン。事前に予約しておくとお金を節約でき、空き状況も保証されます。安全ます一般的にオンラインで事前に予約する方が安いです。 わかるよ。ジョン前もって計画を立てておくと安心できますさらにお得に購入できるボーナスはいつでも嬉しいものです絶対にジョンそれはお互いに有利な状況だ私は過去の経験から教訓を学んだ準備しておくのはいつでもいいことだよジョンそこで次の旅行に備えて。 事前にオンラインで予約しておきましょう同意しました、ジョンお金を節約して予約を確保します賢い旅行方法だよ、アンナ絶対に、ジョン私たちはすべてを整えてストレスのない旅行を楽しむつもりです新しい場所を探索して思い出を作るのが待ちきれません 私もジョン忘れられない冒険になるよ事前に予約することの利点について思い出させてくれてありがとうどういたしましてジョンハッピートラベルありがとうアンナ思い出に残る旅にしましょうレッスン18近くに湖のある素敵な公園があるアンナ。 近くに湖のある素敵な公園があります。ジョギングには最高だよ。素晴らしいね。ジョン自然に囲まれて楽しんでるよ。公園には湖を一周するジョギングコースがあります。パーフェクト、ジョン。風光明媚な景色を楽しみながらジョギングするのは素晴らしいですね。そして、休憩してリラックスできるベンチもあります。 息を呑む静かな場所があるのはいいことだ。ジョン。湖ではアヒルや白鳥に餌をあげることもできます。愛らしいね。ジョン野生動物との触れ合いが大好きです。ピクニックにも人気のスポットです。軽食は持参できます。素敵だね。ジョン自然の中でのピクニックはいつも楽しい。 さらに公園には子供たちを連れていきたい場合のための遊び場があります素晴らしいジョン家族連れに優しい場所で誰もが楽しめる何かがあります公園を探索したり楽しんだりしながらまる日過ごすことができます私のことも含めてくれジョン時間を過ごすには完璧な方法のように思えます日付を決めてそれを実現させようアナ 楽しいお出かけになるよ絶対にジョン楽しみにしてるよ一緒に公園を楽しみましょう計画だよアンナジョギングピクニックリラクゼーションの一日の準備をしましょう第19ゅ私かはずっと絵に興味がありましたアンナ絵も描いてみて。 やってみるといいよ。素晴らしい。アイデア、ジョン。絵を描くことにはいつも興味があった。はい、アンナ。自分を創造的に表現する素晴らしい方法です。今まで絵を描いたことはありませんが、やってみるつもりです。それがスピリットだ、アナ。 隠れた才能を発見できるかもしれません。どこから始めればいいの何かヒントやアドバイスはありますかアクリル絵の具やキャンバスなどのシンプルな素材から始めましょう。よし、補給品を集めよう。何を描けばいいの興味深い、または意味のあることから始めましょう。 美しい風景や花を描いてみようかな。素晴らしい選択だ、アンナ。自然はいつもインスピレーションを与えてくれます。絵画の授業を受けるべきですかそれとも自分で学ぶべきですかオンラインチュートリアルから始めることも、地元のアートグループに参加することもできます。その選択肢を探るよジョンこの芸術の旅に乗り出すのはワクワクする。 完璧になることじゃないことを覚えておいてください。プロセスを楽しんで、楽しんでください。そのことを覚えておくよジョン・エを描くことは楽しい経験であるべきだ絶対にアンナあなたの創造性を受け入れそれをキャンバスに流し込ませてください励ましてくれてありがとうジョン・エを描くのを楽しみにしています どういたしましてアンナあなたの作品を見るのが待ちきれませんハッピーペインティングありがとうジョンすぐに分かち合いますうちなるアーティストたちを受け入れようレッスン20何を持っていけばいいいいけばのアンナ、講演はいい感じだね。何を持っていけばいいのお出かけジョン クリスビーとサッカーボールを持って行ったほうがいいと思ういいアイディアだよあんな屋外でゲームをするのは楽しいよ芝生の上で居心地の良いピクニックに毛布を持参することもできますパーフェクトアナピクニックは楽しいおまけのように思える軽食や飲み物も持っていくべきですか間違いない、なアナ。 サンドイッチ、フルーツ、水を用意しよう。保護のために日焼け止めと防虫剤を忘れないでください。いい点だ、アナ。太陽や虫から身を守るべきだ。美しい瞬間を捉えるためにカメラを持参すべきでしょうか絶対に、アンナ。カメラは思い出を保存するのに役立つ。 必ず充電して予備の電池を持参しますそれは資料深い、アンナどんなショットも見逃したくないジョン、他に何か持ってこなきゃいけないものある音楽用のポータブルブルートゥーススピーカーでしょうか素晴らしい提案です、ジョンそれは活気のある雰囲気を醸し出すでしょうパーフェクト 公園で素晴らしい一日を過ごす準備は満タンよ、アンナ。待ちきれないよ。ジョンシュに過ごすのは忘れられない時間になるよ。ゲーム、ピクニック、そしてお互いの仲間を楽しみましょう。同意しました、ジョン。楽しくて忘れられない一日を。 レッスン21私はいつも新しい経験や冒険に夢中ですうわすごいですねいつかやってみないと絶対にジョンやってみる価値はあるよ私はいつも新しい経験や冒険を楽しみにしていますそれがスピリットだジョン未知の世界を受け入れてください 何を発見して楽しむかは決してわかりませんそれが新しいことに挑戦することの素晴らしさだジョンやるべきことや探求することのリストに追加しますいい考えだねジョンシアを広げ続けてください人生は短すぎて同じ古いルーチンにこ執することはできませんこれ以上同意できないジョン ススパイスを聞かせて楽しんでください今、自分のコンフォートゾーンから抜け出すことにワクワクしています後悔はしないよジョンすべては経験次第ですインスピレーションを与えてくれてありがとうアンナあなたは真のモチベーターです嬉しいよジョン途中であなたを励ますことができて嬉しいです これからもお互いに支え合って新しいことに挑戦していきましょう絶対にジョン私たちはお互いの冒険好きな仲間になるでしょう新しいことに挑戦し人生を最大限にいきましょうおめでとうジョンワクワクと喜びを味わいましょうレッスン22気分が良くなりましたか 気分が良くなりましたかゆっくりしてくださいありがとうジョンご理解のほどよろしくお願いしますアンナ健康が最優先事項ですあなたの健康は重要ですそれは大きな意味があるジョン必ず休んで回復するよ何か助けが必要な場合は遠慮なく連絡してくださいどうもありがとう ジョン、そのことは心に留めておくよ。私たちはチームよ、アナ。お互いをサポートすることが私たちの仕事です。ジョン、あなたが協力的な友人としていてくれて感謝しています。嬉しいよ。アンナ友達はお互いに気を配り合う。必要な時間をかけて充電してコースに戻るよ。 それが魂だよ、アンナ、自分を大切にしなさい。そうするよ。ジョンセルフケアは全体的な健康にとって不可欠です。これに関わっているのはあなただけではないことを忘れないでください。私はあなたのためにここにいます。ジョン、あなたの存在とサポートは大きな意味があります。ありがとうございます。いつでもいいよ、アンナ、一緒に乗り切ろう。 私のそばにいてくれて幸運だよ。ジョン、改めてありがとうございます。光栄だよ。アンナ、元気でいてくれ。電話するだけだよ。感謝するよ。ジョン、一歩ずつ前に進みましょう。絶対に、アンナ。私たちはどんな困難にも打ち勝ちます。 あなたのサポートのおかげで、私はもっと自信が持てるようになりました。ありがとう、どういたしまして、ンアンナ。これがあるよ。必要な時間を全部使ってください。レッスン23、責任。それは素敵だね。責任感って素敵だね。 オーナーナシップを持ち自分たちの役割を果たすことが重要です絶対にアンナ私たちはみんな変化をもたらすために貢献すべきです責任はやりがいのある有意義なものになりえます同意しますアナそれは私たちに目的意識と達成感を与えてくれますフレーバーやデコレーションに関しては何が好きですか 私は様々なフレーバーを試してみたいと思っています。びっくりさせて。冒険的だね。ジョンジャーフレーバーで創作してみるよ。私はあなたの味覚を信頼しています、アンナ。あなたが何を思いつくのか楽しみです。それが楽しくて視覚的に魅力的なおやつになるようにするよ。きっとそうなるよ。アンナ君には物事を特別なものにするコツがある。 ありがとう。ジョン魔法をさらに加えることがすべてです。出来上がったものを見て、美味しさを味わうのが待ちきれません。ジョン、あなたの反応を楽しみにしています。それだけの価値があるよ。アンナ、あなたの努力と細部への気配りに感謝します。 嬉しいよ、ジョンあなたを幸せにすることが私の目標です。アンナ、あなたはいつも上を目指しています。ありがとう。どういたしまして、ジョンそれはすべて、何か特別なものを作る喜びの一部です。友達になれてラッキーだよ、アンナ、あなたはすべてをより良くしてくれる。 気持ちはお互いようだよ。ジョンこれからも一緒に素敵な思い出を作りましょう。絶対にアンナ。責任感、フレーバー、デコレーションに任せましょう。おめでとう、ジョン。素晴らしい体験にしましょう。 レッスン24通常の SIM カードを国際 SIM カードに交換したことはありますか通常の SIM カードを国際 SIM カードに交換したことがありますかはい、持っています。海外旅行のときには便利です。それは面白そうですね。うまくいきましたか絶対に。 ローミング料金を気にせず携帯電話が使えましたそれは君にたくさんのお金を節約したに違いないよアンナ間違いないわジョン接続を維持するには費用対効果が高いです次の旅行のために国際 SIM カードを入手することを検討する必要がありますいい考えだねジョン手間のかからない体験ができるでしょう。 アンナどこで入手するかについて何かアドバイスはありますかモバイルサービスプロバイダーに確認するかオンラインで購入できますアドバイスをありがとう私はいくつかの調査を行い最良の選択肢を見つけますどういたしましてジョン喜んでお手伝いしますアンナあなたの洞察に感謝しますあなたにはいつも役に立つヒントがあります ありがとう。ジョンお手伝いできて嬉しいです。世界のどこにいてもつながり続けましょう。絶対に、ジョン。距離が離れていてはダメだ。もう一度ありがとう、アナ。あなたはかけがえのない資源です。嬉しいよ。ジョンいつでもサポートしますよ。 僕らの友情に感謝しているよアンナくんは最高だ早速戻ってこいジョンあなたのような友達は人生を素晴らしいものにしますアンナ一緒に探検と発見を続けましょう間違いないジョン世界が待っている新しいつながりと忘れられない冒険へ。 おめでとう、ジョン。一瞬一瞬を大切にしようレッスン25絶対にやってみるべき楽しそうだね絶対にやってみるべきですやるよジョン忘れられない思い出を作ろう食事のオプションについてですがどんな気分ですか いろんな料理を試してみたいですびっくりさせて素晴らしい町の新しいレストランを探検してみたらどうワクワクしそうだねジョン私はいつも料理の冒険に熱中しているユニークでおいしいものを食べに行きましょう絶対に味覚を楽しみ新しい味を発見しましょう アンナ、食事制限や好みはありますかそうでもないジョン・イーロンな料理を試してみたいんだ。そうすれば簡単になります。より幅広い飲食店を探すことができます。まさに、結局のところ、多様性は人生のスパイスです。私たちの地域でおすすめのレストランをいくつか調べます。 計画みたいだねジョンあなたの研究力は信頼しています雰囲気の良い場所も必ず選びますそれは重要だジョン心地よい雰囲気が食事体験をより一層引き立てますアンナさんこれからの美食の冒険にワクワクしています。 私も「ジョンそれは私たちの五感を刺激することになるだろう」一口一口味わい心に残る思い出を作りましょう絶対にジョンおいしい料理と素晴らしい仲間これ以上求めるものはありませんおいしい食事と楽しい会話をお楽しみくださいおめでとうジョン 私たちを待っている美味しい料理を楽しみましょう。